皆さんこんにちは、小松です。今回は制作依頼をお受けした天空の城ラピュタよりタイガーモスファインモールドのキットを作りますよ。最近は別件の依頼でヴィンテージキットにいじめられていたので、まともなキットが組めるのが嬉しすぎる。早速ですが、気球部分から組み立てます。接合部分はラッカーパテを塗って、隙間埋めと引けの処理を行います。4号戦車の回でも天輪マスキングの際に登場しましたが、この貼り付き容器がなかなか便利です。パテ埋めのたびにラッカーシンナーで解くのは面倒ですからね。先端部がパテで詰まりやすいのが欠点ですが、適宜真鍮棒で詰まりを解消してやれば OK。 これも隠し部屋で紹介しときます。引き続き組み立て。きっちりパーツがはまるってこんなに嬉しいことはない。今回の作品は渓谷の街から飛び立つタイガーモスを考えているので、フラップター格納庫は閉じておきます。色の違う甲板部分は後はめ加工をしておきます。と言っても小難しい加工は不要です。甲板パーツ側面のピンをニッパーでカットすれば、簡単に後からはめ込めるようになりますよ。こんな感じに甲板パーツをスライドさせて入れられるようになります。ユニットごとに組み立てができました。まだバラバラですけどね。パテのヤスリ掛けにはアルティマを使います。お値段はプロクソンの倍しますが、速度調整がもともとあったり、横移動ではなく縦移動なので比較的腕が振られづらく使いやすいですね。気球側面の端をプラモールドから金属エッチングに置換するため、モールドを削り落とします。最近はこのユーター先端に丸いスポンジヤスリを取り付けた工具が使いやすくて最高です。アルティマ？今のトレンドはこれですわよ。ユーターはそこそこいいものを使わないとダメですが、静かで手がぶれない、切削力も高い一品です。隠し部屋で紹介してますので、気になる方は説明欄か動画リンク貼っとくので確認してみてください。ではエッチングはしごを取り付けます。金属エッチングパーツを取り付けるため、あらかじめ穴を開けてパーツが差し込めるよう準備します。 U 字型のパーツを差し込むので2穴の間隔が重要。付属していたエッチング製の穴開けガイドをマスキングテープで本体に貼り付けて穴を開けます。エッチングを取り付けた後にやると外れたら面倒なので、ひとまずパテやプラの削りカスなどを超音波洗浄機できれいに取り除きます。でははしごエッチング取り付けに戻ります。 U 字型の金属パーツを切り出し、先ほど穴を開けたところに差し込みます。もともとのモールドよりもはしごマシマシにしておきました。個人的にメカはちょっとごちゃごちゃしていた方がジブリっぽいと思っている。艦首の指令室は先に内部塗装を行い、クリアパーツなどを取り付けて貼り合わせます。内部を黒塗装したらクリアパーツを接着。久しぶりにパーツ中央部が、引けてないクリアパーツを取り付けます。感動だわ。指令室の部分を貼り合わせたら頭頂部にある転落防止柵をニッパーカット。貼り合わせ部分の表面処理が難しいのとちょっと太い気がしたので真鍮棒に交換します。カットした転落防止柵のモールド跡に合わせて穴を開けておくと、表面ヤスリ掛けなどをしても後で位置に困ることがないので便利です。接合後にはラッカーパテで穴埋め。パテ硬化後にヤスリビットで表面処理をしておきます。真鍮棒はあらかじめ開けておいた穴に差し込みます。これを適切な長さにカット。外周の輪っかは筆の柄の部分を使い真鍮線を巻き付けて作ります。アクセサリー部品の丸カンも使えそうなんですけどね。ちょっと線が太いものしか手に入らなかったので今回は自作です。ここにクリームハンダを点付けしてハンダごてで固定。追いハンダをして脱落しないようもう一度ハンダ付けを行っておきます。この時強く押し付けたりすると全体の温度が上がってしまい、ハンダが溶けたりプラが溶けたりといいことがないので慎重にちょんちょんとハンダにコテを当てて少しずつ熱を加えてやるとうまくいきます。
っちりハンダが流れれば棒やすりで盛り上がったところを削ってもこの通り。自然にハンダが盛り上がっているところは削り落とします。ほどほどにしておかないと外れてしまうので注意。最後にマスキングシートを貼って指令室部分の組み立ては完了。甲板周囲の柵はそれほど気にならなかったんですが、はしごはもう少し頼りないくらい細めにしたいのでここはニッパーカット。エッチングはしごに帰還します。エッチングは完成用200分の1スケールの汎用エッチングセットから拝借。元キットの長さに合わせてアートナイフでカットします。エッチングを切り出したら元のパーツのように曲げを入れ、瞬間接着剤で点付けします。瞬着剤点付けは 0.3 ミリのシャーペンで。一通りの組み立て、ディテールアップができたので下地サフを拭きます。ここで傷や処理漏れの引けはサイドラッカーパテを塗って処理をしときます。翼の揚翼についているプロペラは劇中でも、それほど早く回っていなかったのでここは回転させずに固定。背面の4連プロペラは勢いよく回っていたので、ペラが止まっているのはちょっとなぁ、と思いこんなものを買ってきました。350分の1用の回転プロペラエッチング、透明プラ板に塗装をするとか、透明樹脂を加工して、など考えましたがこれが一番良さそうに見えたので採用してみます。キットに付属していた真鍮パイプに合わせ、エッチングパーツ中央部にドリルで穴開け、真鍮パイプを通して瞬着で固定、真鍮棒の軸に通します。結構回転しているように見えますけどどうですかね。今回初めて使ってみましたがかなり効果的。では塗装を施します。タイガーモスはほとんど一色ですけどね。甲板パーツはサンドイエローで塗装しときます。乾燥後にパーツを組み付けます。組み立て完了。サクッと形になるのは嬉しい限りですね。デカール貼り付け。ドクロマークしかないですがこれが手書きじゃなくてよかった。デカールハサミでカットし、貼っときます。それほど薄くないので貼りやすいですね。次はウェザリング。黒エナメルで墨入れをしてしまうと強すぎるので、油絵の具の焦げ茶色でウォッシング。ペトロールで希釈した油絵の具を平筆で塗っていきます。油絵の具を塗りたくったら、飛行方向を意識しつつ、ペトロールで拭っていきます。ちょっとこのモールドだと油絵の具があまり残らないですね。立体感が不足しているように感じます。少し立体感を増すため、モールド部分にうっすらとシャドウ拭きを入れときます。はみ出すとリカバリが大変になるので、ここは慎重に。最後に艶消しを拭いてやればタイガーモスの塗装は完了。タイガーモスの塗装ができたので、ジオラマ制作を進めます。使うのはよく使っているアートボックス。Amazon でちょっと安めに買えたからなお嬉しい。金属の留め具をドライバーで外し、中板を取り外します。
クリル板を外したら、中板を木工用ボンドで固定しつつ戻します。4隅の板を貼り付けたら、さらにボンドを塗ります。アクリル板、裏側の板の順に貼り付け。台座はもともと入っていた箱に戻し、その上からマスキングテープで、目止めをすると簡単に保護できます。今回のジオラマは渓谷の街を作りたいと思っていますので、プラボードを丸ノコ板でカットして台座にはめ込みます。そこそこ高さが欲しいと思いましたが、さすがに高すぎたか。ざっくりカットして、あとはレイアウトをしつつ調整していこうと思います。この枠の中に発泡スチロールで渓谷のベースを作っていきますよ。渓谷のイメージはとりあえずラピュタ見直して参考資料を眺めたからなんとかなるやろ。渓谷の街を参考に見たつもりが全部見てしまった。さすがジブリだぜ。久しぶりのゴリアテにテンション上がりました。ゴリアテ？頭が。発泡スチロールのブロックを積層してラフに形作りを行います。発泡スチロール、息子用のおもちゃやらベッドやらに。山ほど入っていたので拝借しようと思ったら、全部持っていきなと道裏張りの太っ腹を発揮した嫁さんのおかげで、小松の模型部屋は発泡スチロールだらけですなき。あった方がいいけどそんなに山ほど使わんのよね。ブロックを積み上げたら、スチロールカッターを使い形状を出します。これをヤスリでやると部屋が発泡まみれになって大変なことになるので、スチロールカッターがおすすめ。あまり細かく作り込むことはできませんけどね。ちょいちょいプラボードの立ち壁を切り詰めたりして調整。見せ方を調整しつつ形を出します。大体の形が出たら猫砂を水で溶き、発泡スチロールに直接貼り付けます。渓谷なので墨汁を使わず生地色でやってみます。渓谷の形状をイメージしつつ、発泡スチロールで再現できなかった、なだらかな勾配部分を盛り付けて形にします。猫砂粘土を塗り込みました。このまま乾燥を待ちます。最近は乾燥しているので1週間放置程度で乾燥してくれました。引き続き石膏で地表をより細かく作ります。石膏は真っ白なのでここに黄土色のアクリル塗料を入れ、石膏に色をつけます。台座に塗り込み、ケーキ職人みたいな気分ですね。食ったらお腹壊しますが、たまにコメントで美味しそうという方がおられますが、ダメですからね。粉っぽくて美味しくないです。表面を渓谷っぽく形を整えつつ石膏を足していき、面を覆います。少し硬化してからさらにヘラで押し付けるように形を作るとそれっぽくなりやすいです。石膏で埋め終わりました。渓谷の谷の部分のプラボードは不要なので超音波カッターでカット。これで渓谷のベースは完成。それっぽくなったので満足。固定はこれからですが、イメージはこんな感じ。飛び立つタイガーモスと眼下に広がる渓谷の街のイメージです。渓谷をよりリアルに仕上げるため、上から油絵の具で色をつけてみます。下地の色を活かしつつ、ペトロールで薄めた油絵の具を全体に塗りつけ、ウォッシングみたいな感じですかね。
塗り終えましたが、ちょっとテキサスの荒野感が出てしまった。いろいろ試行錯誤しましたが、どうも思ってたんと違う感じになったので、潔くサフを拭いて塗り直しをします。相変わらずの無計画ジオラマですが、とりあえずやってみるってのも模型の醍醐味。うまくいかなきゃリカバリすりゃいいんです。どうやってやったか自分でも忘れることありますからね。もはや備忘録とかしているこの動画チャンネル。サフを拭いたら、油絵の具で黒塗装を行います。表面を真っ黒にするというよりは入り組んだところにウェザリングを施すイメージですね。全体にまんべんなく塗りました。ここでいい加減タイガーモスの固定をきっちりしておかないとという。焦燥感に駆られた結果、額縁をばらして金具を取り付けることにしました。計画性なんぞ鼻から存在せんわ。はははは。買ってきたのはアルミの10ミリ棒、これでタイガーモスを支えることにします。タイガーモス側はピンバイスで2箇所穴を開け、超音波カッター、アートナイフ、棒ヤスリを使って長穴加工を行います。超音波カッター、この間職場で使ったらサクサク切れたので、俺もこれ欲しいと思ってネットで調べたら27万でしたね。今のホビー用でも十分使えるんですが。またローンか？見た目と挿入性向上のため、きっちりヤスリで穴側面を加工しておきます。フライスだと簡単にできるんですけどね、さすがにこの形は保持できん。アルミ棒はジオラマの底面まで深々と差し込み、倒れたりしないよう固定します。ここに先ほど穴を開けたタイガーモスを差し込んでやれば固定完了。よし、前から見ても固定棒は見えませんね。平たい棒であればそれ一本で回転も止められるのでおすすめ。瓦礫の固定もこれからこれにしようかな。やったね小松、研究テーマができたよ。アルミ棒剥き出しでは側面からちょっと見えるだけで、ギョーザ目なので黒で塗装をしておきます。多少警告の地表にかかっても上から茶色で塗るので気にしない。支柱棒の黒塗装ついでにジオラマの側面も黒塗装をしておきます。さて、固定支柱も設置できたのでジオラマ制作再開。ラッカーでもいいんですが、良さそうな色味のファレホがあったのでそれを使います。下地のサンドイエローを塗装しました。まだ黄色が強い状態ですが、ここから立ち上げてイメージする地表の色にします。まずはピグメントで奥まったところに一番濃い色をこすりつけ、いきなり油絵の具でもいいんですが、ピグメントを使うと少し粉っぽいテイスト。土っぽさが出ます。出る気がします。ピグメントは簡単に拭えてしまうので艶消しクリアを拭いて固着。さらに上から茶色の油絵の具を塗り重ね、イメージする色に近づけていきます。油絵の具は乾燥した後に少し色が薄くなります。塗っている色が濃い目に見えますが、経験上少し上振れしたくらいの方が最終イメージした色になりやすいです。塗り終えました。塗ったばかりなので醤油せんべいみたいな色になっていますが、乾燥後はだいぶ落ち着いた色になりました。渓谷の地表部分ができたので、次は渓谷を走るトロッコ列車の橋脚を作ります。40秒で支度しなおば様がぶっ壊しまくったあれです。そのシーンも面白そうだなと、思いましたがさすがにタイガーモスが飛んでるジオラマではありえないので自重しときます。さて動画で出ているこの形状はざっくり作った渓谷の皮になる部分。一番高さが低いところをノギスで測ってモデル化したものです。多少の起伏は後で現物合わせで橋脚を切ればなんとかなるはず。フラットな板をガイドにして線路を引いていきますよ。中央の中州を通る線と川に沿って伸びる線がポイントで交わる。そんなレイアウトにします。そりゃ、1本線の方が楽っちゃ楽なんですが、ポイントって良いよね。
茨の道でもやってみたいものはやるしかない。線が引けたら、それをガイドにレールを作ります。その後枕木を配置。一本一本書きましょう。嘘です。パスに沿って連続コピーという最強コマンドがあるんですよ。これを使いました。これなら枕木を一本書くだけで無限に枕木をコピーできます。パスの曲線に沿って形状の角度が自動で変わってくれる、便利すぎんか？次は脚部の制作。これも枕木同様に5つ作ってそれをレールに沿ってコピーします。なんか街づくりゲームの建設シーンみたいですね。最近流行ってませんが小松は、スーファミ時代の初期シムシティから遊んでいる街づくり系ゲーム大好き人間です。無限に時間を奪っていくゲームなのでモデラーとしては致命的。でも面白いから仕方ないよね。橋脚のデータ出来上がりました。これを 3D プリンタで出力します。さすがにあのサイズをそのまま出力することはできなかったので、データをカットして、出力しました。それでも強弱ものなので出力には13時間くらいかかりましたぜ。今回のバサンディのホエール2で出力してみましたが、このモデルは音がかなり静かなので、夜中中動かしても問題ないのはありがたいですね。出力完了。サポート材が乱立していても早竹林にしか見えませんが、ちゃんと出力されています。これをスクレーパーで取り外し、出力後のパーツは液体レジンが表面にこびりついているので除去しないといけません。SK 水洗レジンは水道水で洗えるので軽く水で洗い流した後、超音波洗浄機で隅々まできれいにします。数日自然乾燥させて水分を飛ばしたら、二次硬化。サポート材を除去します。これが一番のくせ者でした。橋脚を折らないよう注意しながらニッパーで丁寧にサポート材を除去します。これを3つもやった自分を褒めてやりたいぜ。サポート材をすべて外して橋脚を配置。全体像が見たいので、工場も設置しています。工場製作は後ほど紹介します。タイガーモスを配置するとこんな感じ。いいんじゃないの？橋脚を塗装します。サフ、サンドブラウンを塗装した後、油絵の具でウェザリングを施します。線路は下出るカラーの筆塗り。近づいてみるとちゃんと枕木もレールも出力されていて、0.2 ム程度の隙間も再現されていますね。これはテンション上がります。塗装が終わったら瞬間接着剤で3つのパーツをすべて接着しておきます。次は渓谷側の川となる部分の作業。毛輪の砂を巻いてみましたがちょっと明るすぎか？ボンド水で固定すれば少し黒ずんで良い感じになるかなと。なりませんでした。ちょいと砂が明るすぎるので浮いちゃってますね。他のパウダーを巻いてみるも全くダメっぽい。そこで手持ちの砂を染めたらいいのでは？と思い至り試してみることに。ピグメントを砂に入れて混ぜてみます。これが予想外にうまいこといきまして、もっとダマになるかなと思ったら綺麗に砂が染まってくれました。これをさっきうまくいかなかった砂の上から巻いてやることに。小松のジオラマは失敗の積み重ねでできている。途中ボンド水で固定をしながら砂を巻き、徐々に厚みを持たせます。川底の砂を巻き終えたら作成した橋脚の足を高低差に合わせカットしつつ配置します。瞬着で仮固定をしておきます。後で透明樹脂を流し込むのでとりあえず止まってればよし。橋脚が浮いてしまっているところには追加で砂を足して足の高さまで砂を盛り上げます。これもボンド水を流し込んで固定しておきます。砂が十分固定できたら、いよいよ透明樹脂を流します。
そのまま流すと漏れ出してしまうのでアクリルで仕切りを作成。グルーガンを隙間に充填して透明樹脂が隙間から漏れないように目止めをしておきます。背面側は100均で買った PP ボードを使用。こっちの方が透明樹脂が剥がれやすく後で楽なんですが、厚みが薄いのであまり広い面の仕切りには向いていません。2ミリくらいの厚みならなんとかなるんでしょうが、入手性が悪いんですよね。ここに透明樹脂を流し込みます。今回使うのはフローレスレジン。デブコン ET をずっと使ってきましたが、比較するとかなり安い材料で、ネットでもかなり評判が良かったのでこれを使ってみます。目止めはしていますが、それでも漏れるととんでもないことになるので、先に少量を流し込み、隙間をあらかじめ埋めて念押し目止め。硬化したらさらに上から透明樹脂を流し込んで厚みを増やします。フローレスレジン初めて使いましたが、デブコン ET と比べて匂いが少なく、気泡抜けも問題なさそう。毎回結構な量を使う小松としてはお財布に優しいのでありがたいですね。今後も使っていこうと思います。透明樹脂が硬化したら目止め用の板を外します。目止めの板はどうしても表面張力で断面が盛り上がってしまうのでカッターで削ります。波の表現、原作ではほとんど波が立っておらず泣いている状態なのですが、さすがにそのままでは川っぽさがないので少し追加します。今回は粘性の高い大波小波ではなくさざ波で表現。スパチュラでやっていましたが、最近は綿棒が一番波を簡単に作れるので愛用しています。あまりオーバースケールにならないレベルで波を立ててみました。渓谷の崖部分にはターフを巻き、草原を再現します。ボンド水で固着。地表が見えなくなるくらいターフを巻いておきます。ターフを巻いたところには廃工場を設置します。サンディープリンタで出力した建物を塗装します。工場を配置するところを決めたら、その部分だけターフを除去、削り落としたら塗装した廃工場を配置します。廃工場の周囲は砂を巻いて工場の敷地を表現。ボンド水で固定します。さらに、工場の敷地から小道を伸ばすように砂を巻いていきます。少し蛇行させた方が自然な感じになるかな。廃工場の屋根を作ります。使うのは薄い木の板に両面テープが貼ってある黙々と呼ばれる商品。これを短冊状にカットして屋根の板を作ります。これを一枚一枚貼り付け、少々苦戦しつつも隙間を空けながら屋根を作ります。ハンダゴテで熱をかけ、屋根の経年劣化を再現。やりすぎると簡単に燃えてしまうので、焦げがつくくらいに軽くコテを当てます。少し板の色が明るすぎたので、下出るカラーで上から色を加えて調整しました。工場の製作に入ります。 CAD で書いた工場データを出力。失敗しまくってます。ここで使ったプリンタはフローゼンの 4K ソニック XL。 積層の筋がほとんど見えないレベルで精度の高い機器ですが、設定もシビア。後半から割とガバ設定でも出力できてしまうノバ 3D のウェール2をメインで使っています。さて、出力した工場に煙突をつけます。これは金属方針を使いました。 3D で出力しても良かったんですが、ちょっと長尺ものは変形してしまいそうなので余っている金属方針を使いまくる。出来上がったものをサフ吹きの後塗装します。少しムラがあった方がリアルではないかと思い筆塗りで屋根を塗ります。いや、マスキングがめんどくさいからとかじゃないのよ。
屋根が乾燥したらエナメルブラックで炭入れを行います。窓なども炭を充填、乾燥したらペトロールで余分を取り除きます。ウェザリングはジオラマの雰囲気を見つつ入れていきたいので、ここで貼り付けてしまうことに。瞬間接着剤で固定します。本来はスーパー X みたいな接着剤がいいんでしょうが、固定するのが大変なので瞬着。これだけ接着面積が確保できていれば全く問題なさそうです。ウェザリングは油絵の具を使用、多少建物からはみ出しても構わないのでベタベタと塗りたくります。動画を撮りそびれてしまいましたが、後ほど余分を拭き取って工場ウェザリング完了です。原作のイラストを見ると工場には滑車が取り付けられているようなので、感染用のエッチングパーツを使って建物に滑車を追加します。これを筆塗りしてやれば滑車完成。次はトロッコ列車の作成。原作を見つつ、それっぽいデータを作成しました。これ、機関車の全長 3.6 ミリしかないんですが、出力いけるかな。いけました。さすが 4K 出力。これだけ小さくても煙突が出力できています。これを割り箸に両面テープを貼り付けたものに固定、塗装を行います。さすがにエアブラシを使うと飛んでいってしまうので、筆塗り。ここでも滴るカラーが大活躍です。ちゃんと黄色の帯も再現してみますよ。毛先が太すぎてうまくいかん。先に帯の黄色を塗って、車体色のオレンジを塗っていき、帯部分を残していく方法で塗ってます。無害車も筆塗り。機関車ほど大変ではないですが、相当小さいのでなかなか苦戦しました。掘削した岩を運んでいるという想定で、鉄道模型用のバラストを貨車に積み込みます。ボンド水で固定。さすがにスポイトでは水没してしまうので、平筆に含ませて少しずつ流します。出来上がったら橋脚に設置。小さいのでレールに合わせて乗せるのがなかなか大変。ピンセットや爪楊枝を使い、位置を補正して配置します。配置完了しました。一円玉のサイズでどれくらい小さいかイメージ湧きますかね。親方、目の前に一円玉が。トロッコ列車が動いているように見せるため、煙突からの煙を再現します。普段白波や煙などは綿を使わず、白砂やガラスパウダーで再現していますが、あまり重量を支えられそうにないので綿棒の綿を使って煙を作ることにします。ひたすらピンセットでつまんでいき、ほぐして形を整えます。綿棒の綿って結構良い綿を使っているらしいですね。繊維が長いからか、結構ほぐしても形状を保っています。油絵の具を溶剤で薄めたものに浸して、一旦綿を染め、再度つまんだり引っ張ったりして形を整えます。これを真鍮棒に固定。ピグメントをまぶしてススが吹き出す感じを再現します。ピグメントはこのままでは簡単に取れてしまうので、パステル定着スプレーで固着。さらにほぐす際に発生した細い毛はライターで燃やして除去してしまいます。煙突部に穴を開け、作った煙を差し込めば完了。煙を吐きながら進むトロッコ列車が出来上がりました。
次は渓谷にかかる橋の作成。これもCADでデータを作り、3D プリンタで出力しました。3D プリンタ、便利すぎるんですよね。CADでデータが作れれば、これほどイメージしたものをさっと具現化できるツールはないですね。パーツはサフを拭いて、塗装します。最後に油絵の具でウォッシング。渓谷に取り付ければ完成。こういう小物は立体感を出してくれて非常に良いですね。ジオラマが出来上がったので、側面にフィルムを貼り付けて目隠しをします。この貼り付けフィルム、いろいろ種類があるんですが、今のところこの焦げ茶の木目が一番使いやすい。これを貼り付け、ハサミでざっくりと輪郭をカットしていきます。その後少しずつアートナイフでジオラマの輪郭ギリギリまでカット。一気にやってしまうと切りすぎてしまってシート丸ごと再度貼り直しになってしまうので注意しつつ進めます。稜線部分はどうしてもフィルムの反力で浮いてしまうのでアートナイフでカットして浮きを抑えます。ここでカット線が波打つと見た目が非常に悪いので壁に刃を当ててまっすぐカット。ジオラマと額縁稜線部分の目隠しのため、プラ角棒を金色に塗装。これを4隅に接着。目隠しがメインなんですが、意外とこの金色枠が良い仕事してくれます。ジオラマの輪郭がはっきりする、といった感じですかね。台座から伸びるアルミ棒に接着剤を塗り、タイガーモスを固定します。名板はレーザー彫刻、ゴールドミラーアクリルで制作してみました。タイガーモスのフォントはそれっぽいものを探して使っています。これを両面テープで貼り付ければ完成。天空の城ラピュタよりタイガーモス、完成です。ご視聴いただきありがとうございました。